テレジーンは、チェコ北部の都市、ナチスドイツの強制収容所があった。現在、テレジーンの人口は3000人ほどである。18世紀後半に、エルベ川とエーガー川の合流点に建設された要塞に由来する。この要塞は、オーストリアが建設し、女王マリア・テレジアの名より命名された。第一次世界大戦の間、要塞は、捕虜収容所として使われた。 サラエボ事件でフランツ・フェルディナント皇太子夫妻を暗殺したガブリロ・プリンツープも1918年にここで結核により死亡した。門に掲げられたバイトマクト・フライの文字強制収容所の内部ナチス、ドイツ領であった1941年11月に強制収容所が建設された。この強制収容所は国際赤十字の調査をごまかすためたの収容所より外観が、 丁寧に整えられており、収容者によって構成されたオーケストラ等で国際赤十字を歓迎することで彼らを騙して、虐殺の事実を隠蔽していた。この収容所は音楽隊の存在で知られる。また、子供たちによる合唱隊の存在もあり、記録映像の存在すらある。無論、元より国際赤十字を騙すためのものに過ぎないため、 用済みになった後の彼らは虐殺されている。夏崩壊を経て、現在では当時の収容者らが残した楽譜が用いられてアルバムが販売されたり、1996年には音楽会が開かれてもいる。この模様は当時 NHK の命の旋律というテレビ番組で放送されている。収容所では虐殺された子供たちの残した無数の絵が記録として残されている。 残された絵の多くは、ユダヤ禁止の商店街など、当時の世相を反映したものばかりになっており、ユダヤ人差別をそのまま物語った内容となっていた。ありがとうございます。